とかはしましたけどね。ああ、はいはいはい。この番組だからいいかみたいな感じで言ってました。裏側また別班とか、はい、後半の話、はい、では始めます。これも聞こえんな、ちょっと僕が合図しましょうね。リッキー、キャンのレッツ深呼吸。皆様こんばんは、こんにちばんは、こんにちばんは、2月6日火曜日の6時を回りました。はいはい、皆さんお元気でしょうか。風邪ひいてませんか。ということで、はいはい、本日は収録放送ですね。ね、収録になりますので、まあ引き続きね、ツイキャスは、本来でしたら収録でね、なかなかやらないんですけど、延長してます。早いよね。2月6日。早いね。もう、宜野湾市ではですね、まあ、これ、宜野湾市だけじゃなくて、沖縄県全県的に、プロ野球のね、キャンプシーズンがスタートしました。いや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 、ね、もう、たくさん来てますよ。で、球場もね、新しくね、ネーミングライツとかさ、はい、変わったりしてますしね。なんと、宜野湾市はね、はい、沖縄県民なら誰もが知ってる、ユニオンですから、球場っていう。おぉこれ、いや、ネーミングライツがさ、はい、ユニオンだったらわかるけどさ、はい、ユニオンですからまで入ってるからね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。この間ユニオンの社長とも会ったらさ、はい、なんか、変わったネーミングですいませんとかって言ってたけど。いや、素晴らしいと思います。インパクトあるよね。はい。まさにネーミングライツの、その目的ですよね。うん、もし。企業としての広告にもなるし、そうそう、公的機関としては、その、その収益を得て、それで保全に当てるっていう。うん、素晴らしいと思います。まあ、宜野湾球場と、あと、屋内練習場とか、この3つの大きな施設があって、はい、これ全部ユニオンですからになってんだよね。うわぁ、いいですね。素晴らしいね。で、3年契約で、はい、いくらだっけ、年間550万かけるの3年契約。わぁ。1500万ぐらい。まあ、でも、企業からしたらお安いじゃないですか。もう、いや、インパクトから考えてさ、はい、で、いろんなところで、試合は、ユニオンですから球場って言って、はい、もう何千回何万回言うからね、その間に。下手したら、テレビで広告打つより安いですよね。かもしれんしね。いや、もう、なんせ、インパクトあるわ。はい、ユニオンですから球場。はい。いや、いいと思いますよ。はい。だからオープン戦でもね、話題になると思うよ、多分。はい。DeNA ベイスターズ対ヤクルトスワローズは、何月何日ユニオンですから球場で僕たちが学生の頃ってそういうネーミングライツって日産スタジアムとかがイメージ強かったんですけど、うん、沖縄にとうとう来たかっていうのはセルラーでしたからね。まあセルラースタジアムね、はい、そっから僕の元、まあ、職場なんですけど、うん、小佐新金スタジアム、うん、そうだね。そっからバンバン沖縄も増えていって、うん、で、今みたいにこうやってね、宜野湾でもとうとう、ネーミングライツということ。うん。ユニオンですから。いいね。いいですね。活気ありますね。いいね、いいね。たったこれだけでも、だからこうやって話題になるじゃない。しかもユニオンですからってつけることによって、全く知らない本土の人が来た時に、何ユニオンって何なのってなると思います。うん。まあまあ、泊まってるホテルでね、はい、CM 見て、あ、これか、みたいなね。はい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 。24時間空いてます。ユニオンですから。ね。これはね、本当に俺生活でめちゃくちゃ助かってて、はい、
この間ね、ちょっと計算してみたわけよ。はい。俺、ユニオンでいくら年間買ってるかなとかさ。はい。で考えたら、もう、ざっくりだよ。大まかに、多めにじゃなくてね、通常に考えて、はい、年間50万以上使ってるわけ。わお。ユニオンで。で、他のスーパーもいっぱいあるじゃない。はい。金井でや、三栄とかね。はい。俺、ユニオンに、もうユニオン以外には行かないって決めてから10年ぐらい経ってるわけ。ってことは、500万ユニオンに俺使ってるわけよ。おお。聞いてますかね、中村社長。中村明、あ、そうそう、社長だよ。会長になったかな。あ、社長だね。中村明社長。僕は10年間で500万、ユニオンで買い物してます。ネーミングライツの料金、1年間分の料金。俺払ってるよ、もう。いや、そのぐらい買ってんだよね。いや、でも、やっぱり皆さんそれぐらい使ってると思うんですよね。そうそうそう。買われる方は。まあ、主に、だから食品関係が多いじゃない。うん、で、ユニオンカードとか、まあ最近はアプリになってるから、はい、それにチャージして、だから月間で、やっぱり4万円ぐらい、4万円ちょっともうチャージしてるからさ、はい、多い時には5万ぐらいチャージしてるから、ざっと考えて年間50万ぐらい使ってるんだよ。500万10年で。うわいや、使っとるわと思って、それ考えたらすごいね。個人一人だよ。はい。やっぱり儲かってるわ、野田家商会。いや、でも、今、ネーミングライツ、すごくお安い広告でいいですねってお話もしたんですけど、うん、やっぱそういう広告当てるので、いろんな媒体があるわけじゃないですか。うん、だからこれからは、やっぱり、沖縄って結構プロスポーツチームいっぱいあるので、うん、まあ、そういったところにもやっぱ還元できるぐらい体力のある企業が育ってくれればなって思いますよね。うん、もうそれ考えたら、キングスすごいね。キングスさん本当にすごいですね。キングスのスポンサー。はい。バンバン来るね。日本トップですよね。B リーグの中でも黒字経営ってなかなか多くないはずなんで。うん。だからそれだけね、まあ、潤沢の運営資金っていうのもあるし。はい。やっぱり選手もね、給料いいし、はい、契約もね、いい契約できるから、いい選手どんどん取れるわけじゃん。で、また観客も動員できますからね。うん、いや、このね、琉球ゴールデンキングスの沖縄アリーナの、はい、このホーム戦の試合観戦チケット、はい、これ、琉球ゴールデンキングスのファンクラブの人でも取りづらいって言ってるからね。いやそうなんですね。これ一般のさ、ファンクラブじゃない、入ってない人は、はい、めっちゃだからハードル高いわけよ。アリーナで1万人規模になったのにですか？うん。うわぁ。だってもうずっと長くね、ファンクラブ入ってる、女性の知り合いがいてさ、はい、その子が言ってたからもう間違いないよね。うわぁ、すごいですね。いや、それだけね、やっぱりチームが強くなるってことは、こういう運営費もね、どん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 稼げるってことだからいいんだよね。うん、だからこれ、大谷選手のさ、ドジャースに当ててみてもさ、はい、やっぱすごいじゃん、今回もう、うん、山本由伸も取ったみたいなね、うん。これ大変なことになるよ、今年。メジャーリーグ。ドジャース。本当にワールドチャンピオンになるかもしれないですね。もう、相当だから、これも賭けにならないぐらい、倍率 1.1 とか。いやー、かなりね。まあ、大谷選手は、まあ、二刀流はまだ先なんだけど、その代わり、ピッチャー、山本由伸が、ね、大谷選手の代わりに、ガンガン勝率上げて、で、バッターがあれだけね、すごい選手が揃うとさ、もう敬遠もされづらくなるから、それだけ成績も上がるし、はい、で、ホームランも、もう下手したら60本以上打つかもしれないから、これはやっぱりね、すごいね。
まあ、今季は大谷選手多分打者に専念しますけど、うんうん、これはまたピッチャー復帰した時ですよ。あの WBC 世界戦の決勝、うん、ラスト大谷対トラウト、うん、あの感動がもしかしたらまたメジャーリーグで見れるかもしれないですからね。だからね、いやあれこの間、まあ、再放送じゃないけど、はい、あの見た時に何回見ても感動するね、あれね。はい、素晴らしいですね。あのラストはもうですよ。もう神様が本当に起こしたんじゃないかってぐらい奇跡ですよね。映画みたいだね、本当にね、はい、ストーリーすごいな。はあ、同じチームメイトで、うん、同じく一番主力の選手で、うん、世界の1位を決める試合の一番ラストに戦う。なんかね、あのエンジェルスのさ、トラウトも含めて、はい、他の選手は気が抜けてるみたいよ。ああ、やっぱり大谷がいなくなって、ね、昇進なんですね。うん、ロスジェネレーション、ロスジェネレーション。ああ、大谷ロスでさ、はい、いやそりゃそうだろうね。はい、あれだけまあ大谷が出る試合も観客も増えて、その敵ですらさ、はい、アウェーの試合でも敬遠したらブーイング出るとかさ。はい、ありえないよ、普通は。ありえない、ありえない。こういう現象をね、大谷選手は起こしてくれたし、いやー、今年の大リーグどうなるだろう。ちょっとね、まあ、まあ、開幕戦がね、今月か、韓国でね。はい。ありますけど、この試合がもうなんかすごいね。うーん、大谷、山本投手で相手がダルビッシュと、今回ねまた日本から行ったユルジャン、相当だからあの燃えてるもんね。うーん、あひふみさん、はい、こんばん、2月でごっくんちょ芝生とハイボールアンバサダー、いやもう本当うん、どんどんねスター選手が、まあ、DeNA からもねまた今回ね大リーグに行ったからね、あれもね40、うん、かなりの契約金だったよね、うん、もうすっごいね、日本人のプロ野球選手って、大谷が相当株を上げたんじゃないの。そうですよね、相場をね、うん、まあ、僕たちが小学生の頃ゴジラ松井が、うん、松井秀喜が巨人で5億5000万ですっごいトップニュースでしたからね。まあ、WBC で優勝したっていうのもあるし、まあ、昔の WBC だったら、大リーグ選手とかあまりね、出てなかったんだけど、はい、バンバン出てる中で、ね、最近のはもうね、ああいうふうにトラウト出たりとか、まあ、やっぱりすごい選手がいる中で、日本が優勝したっていうのがね、ものすごいこうインパクトあったし。でまた日本の野球がやっぱ世界の野球ファンに、うん、心打つところがあったんじゃないですかね、うん、献身的に守備をしてチャンスと捉えたらそこでしっかり点を取って、ああね、はい、いやそうこうしながらオープニングトーク長くなりましたもう14分喋ってますよじゃあ一旦 CM さんで、はいはい、後半お届けします。はい、お願いします。全部ここで編集してます。ああ、じゃあね、このタイミングでいろいろ入宅できますけど、ひふみさんは今どちらで何してますかね。
つ向けたからね、今ね。今の話じゃないな。あ、ツイキャスだからいいのか、今で。はい。ね。そうなんだ。新千歳空港。キャス駅ってなんだ。キャス駅。キャセイパシフィック航空。ああ。そう。また接触事故です。怖いですね。しかも今度は国際線同士。キャセイパシフィック航空の機体には乗客が乗っておらず、怪我人もいない。大韓航空機は乗客289人が乗ってましたが、怪我人はいないということです。管制官もすごい仕事だよね。大変ですよ、人の命預かってるんで、絶対もうすごい緊張感を持ってやる仕事だと思うんですよね。今回の本当に、まあ、いろんな人的ミスが重なったっていうのもあるけど、見直されて改善していくっていう話だから、ナンバーワンは使わないとかさ。人間だからね、完璧 100% ってないから、改善改善しながらね、いかないといけないんだけど、後半は何を話す。いきなりスタートであの、キャンプの話から野球の話になっちゃったけど、もともと何を争うと思ったけど、国防だったかな。国防じゃないですか、ね、国防か。国防ね。あ、なんか レーザー兵器の話の時に、なんかあのその攻撃があったどうのこうのみたいな話じゃなかった。攻撃は最大の防御ってあるけど、攻撃しなくてもさ、はい、あそこを怒らせたら怖いぞとかっていうぐらいのね、このなんか武器持っとかないといけないしさ、うん、だって昔の日本軍って相当恐れられてたからね、うん、未だにアメリカは怖いらしいですからね。まあ歴史がね、あるからね、日本の場合、ああいうバルチック艦隊もあの潰したりとか、もうすごい偉業を成し遂げてきてるからね。アメリカとしても、なんでこんなちっちゃい国にへしょってやるよっていう感じで、真珠湾以降を始めたみたいですけど、それこそ、最初の頃はアメリカが押されてる。そうなんだよね。あのゼロ戦とかって相当恐れられてたみたいだからね。小回りが効いて、あれを設計開発した人のあれ前見たけどさ、すごいね。三菱重工のさ技術者設計者だったけど、あの人がゼロ戦を開発したって。あとマツダの RX7 わかります、うん、あのスポーツカーの、うん、最後の3代目 の FD3 っていうあのすごい丸っこくて綺麗な7あるじゃないですか、うん、あれ開発するときにあの開発コードがあのゼロ作戦だったらしいです。ゼロ作戦、うん、
はい、軽く、もう極限まで軽くしてゼロ戦のようなスポーツカーを作るみたいな。だけどあのそれを公言するとアメリカで売れないので、だから売れて初めてこの話が出てきた話です。もうゼロ戦もね、かなり軽量されてたみたいな、はい、あのパイロットのこのシートがあるじゃん、あれシートも穴開けてるからね。もうですよね。もうあの機体とかもそうですよね。そう、ではマイク上げます。はい、どうも、レッチ深呼吸をお届けしてます。今日はね、ちょっとね、オープニングトークが長すぎましたね。ちょっと、あの、やっぱり、まあ、キャンプシーズンとなると、野球の話題をね、欠かせないのでね、ついつい、大谷選手とか、大リーグの話まで行っちゃいましたけど、まあ、今月2月いっぱいはね、キャンプシーズンなので、毎週ね、話題には、欠かさないと思うんですけど、あの、皆さんも、まあ、いろんなね、取材陣もたくさん来てるので、メディアでね、目にすること多くなると思いますが、やっぱり、この、沖縄キャンプは、メディアの方々も、年、一年のうちにかなり楽しみにしてる、あの、イベントらしいのでね、沖縄に行けるぞっつってさ、そんな感じで、取材陣も来て、楽しんでるみたいなので、まあ、一日の練習っていうのももう大体午前中とか昼過ぎたらもう終わるのでね、そっからとはもう沖縄、もう楽しみ三昧っていうことで、皆さん非常に、誰が行くんだよ、誰が行くんだよっていうね、トゥイスーパー系らしいからね、沖縄取材は。ぜひ楽しんでください。ということで、まあ、後半は何を話そうかなと思ってたんですけど、日本のね、国防について、まあ、この番組でも何度か話したんですけど、いろいろ状況もね、変わってきてて、まあ、この間のね、台湾の総統選挙が、まあ、民進党のね、来世徳さん、まあ、実際は5月20日が就任式なので、それまでは蔡英文さっていうことなんですけど、うん、もう着実にじわりじわりと、やっぱり中国がね、まあ、独立派の、来世徳さんが大統領になるっていうことで、非常に緊張感を持ってるらしくて。で、まあ、台湾有事となるとね、沖縄有事、日本有事となるので、これはもう最近ね、本当にいろんなところからいろんな人のね、声があったり、秘密裏に、日本は、実は、武器とかね、飛行機、宇宙開発に向けてのロケット技術とかいろんなことがね、もう最新兵器とかね、そういったのも実は裏で作ってるんじゃないかっていうね、噂もありの。まあこういうのはね、どこの国でもあるんですよね。世間一般には知られてないことっていうのが。うん、まあ、ちょっと前に流行った VIVANT っていう映画の中のね、はい、別班であったり、公安であったりさ、こういうのって、もう民間の人知らない。家族です。すら知らないっていう、はい、そういう機密情報っていうのいっぱいあるからさ、そういうのを秘密裏に作ってても、おかしくはないし。そうですね。日本でも公安もありますからね。うん。だから、まあ、いざという時にね、有事になった時に、日本がもう最新兵器をね、ドーンと出してくる可能性はある。はい。うん。今、表に出しちゃうと、まあ、左系の人たちがさ、また戦争の準備してるとかさ、はい、戦争を従ってるとか、もういらない話をね、どんどん出してくるからさ、ね、もうこういうのは秘密裏にね、動いてるところ、必ずし、あると思います。で、まあ、ちょっと、これもね、なんちゅうかな、都市伝説っぽいところも
一部あるので、100% こうであろうっていう話ではないんだけど、はい、あの実は、とてもあれ不思議だなって思った事故が、いくつかあってさ、はい、例えばこの離島で、うん、軍のね、はい、自衛隊の、はい、もうトップクラスの人が、はい、もう6名8名乗ってさ、はい、そのヘリが墜落した事故、はい、あれねブラックボックス回収されて、はい、でその時の、 あの音声とか会話が、まあ、残ってるわけじゃん、はい、あれ公表もされてないんだけどされてないですね。それを聞いた人がいて、おお、それを聞いて、はい、さらに確信じゃないかっていうふうに思われてることがあって、はい、俺だから表に出てないから、あのこれ聞いた人っていうのも、まあ、実際は聞いてはいると思うんだけど、その内容っていうのがね、まあ、あれだけのね、トップの人たちが一つのこのヘリに乗って、視察するっていうのもそれすらおかしいと、はい、で通常例えばあの、例えばだけどあのケンタッキーのこの味を決めるレシピを知ってる人がカーネル・サンダースともう一人いたとしたら、はい、同じ飛行機には絶対乗らないわけよ。あと違う同じ時間で飛行機にも乗らないし、ね、乗らないし、どっちか必ず残ってくる。そうそうそう、あの日本の飛行航空パイロットでも機長と副機長は、はい、あの同じ食事も取らないわけ、はい、あの社員食堂ってあるよ、まああのね、パイロットとかが食事するところ、はい、絶対同じメールも食べないし、はい、だからそういうあの危機管理っていうのはどこでもあるわけよ、はい、うん、ところがこのヘリでねあれだけのもうトップクラスの人が一堂に乗ってるのが一瞬にして墜落して、はい、あれはおかしいと。でそのブラックボックスのこの会話はもう短い会話で終わってるんだけど、まああれだから一瞬でポンと落ちてるから、あれ相当早く落ちてるらしいですね、うん、でこうちょっとのやり取りがあっておかしい、うん、で、操作ができない、でその後にあの、ドア開けたのかな、副操縦士かなんかドア開けて、はい、あこれで終わってるわけ、操作が効かない、はいはいはい、ガジャー開けた音がしてあで終わってるわけ、すごく怖くない？怖いですねこんな会話で一瞬にして、だからこれはあのまあキャン君がたまに言うこの最新兵器のこの レーザーとかね、はい、ああいったのが近くの船からまあ狙ってね撃たれたんじゃないかっていう、うん、要は C 国のねそういう船から遠くから、これに関しては絶対公表されないでしょうね、うん、絶対公表されない、あのっていうのも戦闘行為なので、うん、まあ、絶対にあの日本としても中国と戦争したくないので、うん、かといってもしそれがもう本当に起こったとするならばかなり危機的な状況ですよね、うん、明らかに敵意を持って攻撃を仕掛けてくるっていうあの実際の行動があるのであれば、うん、まあ、やはり何かしらの、まあ、表では自己扱いにしたとしても、うん、裏では厳重に抗議するような何かの動きがないとおかしいんですけど、うん、まあ、今どちらかというと自民党は中国に対してあの寄り添う姿勢ですから、うん、あの去年視察もありましたもんね、うん、まあ、玉城知事もそれに同行してましたけど、うん、まあ、だから、まあ、どこまでこれが、まあ、そうですね、まあ、当初から言われてたことではありますよね、やっぱり事故としては結構不自然じゃないかと、うん、まあ、とはいえ今ヘリを落とせるほどのそういった兵器があるのかっていうのは結構疑問があります。だからあのブラックボックスの、内容、まあ、あれ
また聞きなんだけど、それが本当だったらさ、はい、そんなに音声残ってなくて、はい、ただ、全く操作が効かなくなったっていうことと、はい、パイロットの、はい、でその後あって終わってる。これはよっぽどのことじゃないと、もっと音声残ってるよね普通はね。もう一つ可能性あるのは、うん、本当に事故で全く操作効かなかった可能性が一つあるのが、うん、数年前に、うん、自衛隊のヘリコプターとんでもない事故を起こしてるんです、うん、回ってるこのローターってあるじゃないですか、うん、羽が吹っ飛んで落ちてるって事故があるんです。だから何か整備に問題があるのかっていう可能性もありますね、うん、だからそれはまたもっと不自然なことって、普天間基地から飛んだヘリの窓が落下して、はい、第二小学校のグラウンドに落ちたじゃん、はいはいはい、落ちましたね。あれあのタイミングってすごいと思う。あれひどいですよね草むらに落ちるんじゃなくてさ、はい、小学校のグラウンドに落ちるんだよ、はい、もうなんか狙ってるとしか思えないし、あれ、であれだから結構あれ立て付けが悪い窓らしくて、本来開けないらしいんですよ、うん、開けちゃったらしいんですよね触っちゃったらしい。だからなんていうかな、このスパイとかさ、はい、そういう人たちっていうのはものすごいこの長い年月をかけてもうそこに馴染むらしいからさ、はい、米軍の、整備関係にいてもおかしくないわし、まあ、だとしても、まあ、故意にその落ちるっていう行動を起こさせることができるかっていうのは非常に難しいですね。うん、まあでも何らかの指示を受けた人だったかもしれないし、問題提起させるためにそういった行動をして、まあ、どこに落ちてもいいよっていう感じだったらあり得るとは思うんですけど、まあ、故意にどこに落とすっていう、まあ、ところまでは絶対できないので、まあ、それはちょっと結構どこまでがあれなのかなっていうのは思いますね。いやーもうね本当に謎が謎を呼ぶっていうか、はい、ビバンのねドラマ見ると、はい、まあ秘密裏に、日本ってかなりいろんな国のスパイが、相当な数いるらしくて、はい、特に一番多いのが C 国のスパイ。 C 国のスパイがもう何十年も前からもう普通に、はい、中華料理を経営してて、美味しい中華をね経営してて、はい、もう20年30年になってる店もいっぱいあるじゃん。あります。でいろいろ商売してたりとかいろんな形でも完全に溶け込んでるわけ、はい、まあだけどある時になったら指令指示が来て、はい、でそれに従わなかったら、まあ、家族とか親戚とかが、はい、まあやばい目に遭うと。そうですそうです、うん、そういうことになるから、まあ、聞かざるを得ないとかね。で指示に従ったら大金払うよと。うん、そう。どっちがいいのって選ばせるんですよね。だから本人たちはスパイをするために来てるわけじゃないので本当に溶け込むんです、うん、だって日本が好きで日本でこうやって生活したい、でそれでどんどん溶け込んで関係性作ったところで利用されるっていうところですよね。これ、うん、ビバンを監修してるこの元公安の勝丸さん、うんって方がいるんですけど、あの方が、ね、熱心に語ってましたね。ああ、有名だね。はい。いや、彼らはスパイとして育てられたわけでもないし、スパイとして溶け込んでるわけでもない。だけども、本当に普段の学生だったり、そういった仕事でいて、日本とこうやって交流してる中で利用されるんだよ。だから注意してねっていう言い方しました。あの人は、公安だよね。公安です。しかも、外国も行ったり来たりする。はいはい、うん、だあの人の話は本当にすごいよね。もう現場にいた人だから。だから VIVAN でいうところの阿部寛さんが演じてた役柄に近い仕事の仕方をしてたらしいですね。うん、まあね、その勝丸さんだった、はい、が言うにはああいう阿部寛みたいな目立つ人は公安にいないって言ってたけど、はい、言ってましたね。目立たないも
ごく標準的な人が、はい、いいってこうやって言ってたね。公安どころか世界のスパイはそうですよ。うん、スノーデンもそうじゃないですか。うん、スノーデンさん、亡命してロシア行きましたけど、あの方も目立つタイプじゃないですよね。うん、っていうのも、やっぱり諜報活動って印象を残しちゃいけないので、うん、印象残らない方がよく、だから身長低かったり、そんなに、顔が良かったりとか、逆すぎてもダメなんですけど、印象に残らない、うん、本当に標準的な方って方が非常に多いって聞いてます。公安も別班も、なんかスカウトがあるって言ってたね。あ、そうなんですね。あの人は、ちょっと、向いてそうだなとかって言ったら、はい、声かけて、スカウトするっていう。まあ、うん、公安あたりとかだったら、はい、なんか白バイ隊とか、はい、からのスカウトも、まあまああるとかって話してたけどね。まあ、公安の場合は特に、現場の警察官ですごい優秀な子がいたら、うん、ちょっと、呼びつけて試験受けさせてみたいなのもあるみたいですね。言ってた言ってた、なんかね、暗号じゃないけどさ、はい、ね、この勝丸さんが言ってたんじゃない、はい、ちょっとチョンプして警察、はい、警察に取り調べっていうか捕まった時に、はい、その警察官の身元で、はい、ハムって言ったらしい。ああ、はいはい、はい。公安の河野氏のハムね。ハム。うん。言ったら、その人がパッて感じて。はい。で、その場を、もう、はい、もうダメだよ、もうこんなところに止めちゃう。そうそうそう。本当に。それ処理したから、ある警察官はちょっと、はい、使えるかもしれない、みたいなね。そういう話とかさ、はい、めちゃくちゃ生々しいなと思って。あれ面白かったですよね。うん、話な。ハムの話。そうそうそう。ハムだよ、ハム。俺たちが使ったらやばいかもしれないからね。ハムハムって。いやドイツ産ですかって言われて。日本ハムの人ですから。いや、ということで、まあ、いったん CM を挟んで、ね、はい、また後半お届けします。埼玉の郷さん、日本人も海外でスパイ活動してる人いるみたいですよ、結構。それこそ外交官って言って、外交官じゃない別の組織から入ってる方がいるっていうのはもう今言われてますからね。うん、います、います。いるって言ってました。でもそういった活動ってどうしても必要なので、インテリジェンスは本当に重要ですから。ね、その別班もさ、実際商社マンだったじゃん、はい、商社マンとして普通に働きながら別班の活動をしたいということだから、はい、だから、まあ、別班の場合は、まあ、自衛隊の裏組織みたいなもんでしょ。だから相当訓練もされてて、今回 の、 まあ、そういった組織があるなしでいうと、まあ、やっぱり重要だなって感じるのは、今回やっぱりイスラエルの、このガザとの、この紛争あるじゃないですか、うん、これって結局インテリジェンスの失敗じゃないかって言われてます、ね、うんうん、あそこにはモサドってすごいスパイ組織があって、うん、モサドが情報を掴んでないはずがないんですよ、うん、それなのに今回の奇襲攻撃されてしまったっていうのは
まあ、おそらく泳がしておいて、まあ、ちょっと動いたぐらいで、そこで、揉め事だからちょっとこれ抑えに行くっていうので支持率上げようって見込んだところを思ったよりも大きな規模で攻撃されたからあたふたしたっていうふうに捉えられてますので、だから本当にあれさせたんじゃないかってよく言われてます。ただここまでの規模だとは思わなかった。まあでもなんていうかな、過信があって、はい、その高い兵のさ、はい、ところにその通信機能がついたその監視システム、これを最初にやられたじゃんと思うんだよ、はい、だからああいうこともされないって思ってたんじゃないだと思います。あれが要は最初にやられたから、はい、その次の動きが見えなかったわけで、だってミサイル攻撃に関してもアイアンドーム爆発なのに あれだけ攻撃されてるのもおかしいんです。まあ、でも相当な数飛んできたみたいだから、ね、そうですね、だからそれだけの準備をやっぱりやってたってことを甘く見積もってたんで、まあ、情報が全くなかったわけではないはずなんで。でもああいうね、世界的にもトップレベルのインテリジェンス持ってるところがああいうことになったわけだから、はい、これはやっぱり日本もアメリカもこういうインテリジェンスに関してはかなり警戒心を持って、さらに高めていこうっていう気にはなったはずなんです。そうですね。でもやっぱり世界各国が恐れてた日本の法案らしいですからね、うん、要はスパイ天国って言われてるけども、じゃあ日本でなんでそういうことが起きないのっていうのはやっぱ法案がやっぱり潰してるんですよ。言ってたね、日韓ワールドカップのね時もテロ組織が動いてたらしいからね、はい、これを阻止したのが公安だったっていうね。そうです、そうです、そうです。だから阻止するから目立たないんですよ僕ら何事も起きてないなと思ったら裏ではもううわーってやばいことがあったんだろうね、はい、すごいわ。こういうのってなんか007の世界じゃないけど、なんか機密だからこそなんかワクワクして、なんか覗いてみたいというか知りたいというところあるよね、うん、今 YouTube とか TikTok とかでもさ、その都市伝説のいるじゃん、はい、男の人関さんか、関さん、はい、関さんが相当今視聴率上がってるよね。いる、うん、ではマイクあげます。はい、はい、どうも、レッツ新国旗をお届けしてます。まあね、いろいろ国防の話からね、ビバンの別班公安の話まで、ね、話が、進んでんですけど、まあ都市伝説の関さんの話もね、まあ、最近すごい、興味深く聞いてる話とかもあるし、はい、で、あの人のこの髪型も気になるんだけど、話の特徴があってさ、これだよね、こうなったの知ってるでしょ、あれはこうだよね、ほら繋がってだからこうでしょみたいなねこうとてもあの理論的に話すじゃん、はい、あもうあのまことしやかな感じで話すからさ、えそうだったのみたいな感じでこっちも信じちゃうしさ、面白いですよね。もう、まあ、信じる信じないかはって最後につけるんだけど、まあ確かにね、この なんていうかな、昔のね、そのイエス・キリストとか、はい、アブラハムとかこんな話出てくると、はい、意味わからないんだけど、僕らからしてみれば、そうじゃないところの話は非常にね、あそうかもなって思うところがいくつもあったりだって、紀元前もう2000年以上前の話とか、このあの何て言うかな、まあ人形とか絵とか出てきて、この時代にこれないでしょと、明らかに宇宙人だよねって言って、
宇宙人とこれ接見した証拠だよねってさ、もうおー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 ってもうなんか信じちゃうんだよねこれ見るとさ、なるほどって2000年前ってそうだよな、そういうのなかったしみたいな。で考えてみれば本当にピラミッドとか、まあ、いろんなものもね、こういう機会がないとこのスパッとこの石も切れなかったよな、どうしたんだろうとかさ、こんな技術なかったはずなのにとかっていうのも、あの世界の不思議でいっぱいあるじゃん。いっぱいありますね。モアイ像とかって言われますけどね。モアイ像ってどうやって立ったのとかさ、あんな巨大な石がさ、なぜこの方向向いてんのとかさ、いろいろあるじゃん、はい、不思議なことってたくさんあるじゃん。いやあと、うん、これ考えるときに、うん、まあ当時はだから人力でやったんじゃないかとかっていろんな説があるわけじゃないですか、うん、人口少ないですからね。もうそうだね、人口少ないよね。人口少ないですからね、昔っていうかね、はい、今世界の人口って80億って言われてますけど、うん、100年前は20億なんです、うん、でそれ1000年前とかだってもっとだよ、ね、もっとですよ。1000年前とかだったら多分2億とかなるじゃないですか、うん、1000年前とかもう本当にもうそれこそ2000年前とか、でそれ世界に散らばしたら、はい、もうなんかね、数十人とか数百人しかいないと思うけどね、はい、だそんな人数で あんなもの作れるのって考えたら、あどうなんだろう、不思議ですよね、やっぱり、うん、宇宙人が来てたんじゃないかなとかね、はい、うん、でそういうものって昔歴史の、うん、中でこういっぱいあるからね、うん、作られたもの、マンパワーでできることってやっぱ限られますからね、うん、いやだからその関さんのさ、うん、話最近いろいろまあ聞いたり してるんだけどさ、面白いなと思ってね、うん、で ある瞬間こう口をつぐむところがあるんだよ、もうあこれは言っちゃいけないみたいな、ね、はい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 、もうこれがまたググってくるんだよな、ね、え何何何みたいな気になるでその時の話がその、この自衛隊のねヘリが墜落した時の話の途中に言葉止めたわけよ。あ、うん、でもう一人の人が それはもう言っちゃいけないみたいな真実だこれはみたいなねやばいことなんだって、これを喋っちゃうと命に狙われるのか何かしらあるんだろうなとかね、怖いよね、はあ、まあ熱心呼吸でもちょっと喋っちゃったけど、リキさん大丈夫ですか？俺ちゃんとガードつけてボディーガードつけて、いやいやそうな、だから、まあ、そんなアンタッチャブルなこととかも世の中にはねいっぱいあるっていうのはそのビーバーのねドラマ見ながらでも本当によく分かったし、で日本、まあこれはもう公開されてるから言っていいんだけど、日本の元総理の、はい、橋本さんいるじゃん、はい、ね、橋本さんはもう完全に C 国のハニートラップにかかってったらしくて、はい、らしいですね、うん、そのもう言われるがまんま、はい、になってたみたい。でまた不自然な死を遂げた、国会議員もいるじゃん、はい、海外で路列が回らなくなってどうのこうのって、はい、あの人もやっぱりその関連もあったみたい。あだからまあ公表されてないけどもう明らかにそうだったっていうのがまあ、ここ最近になって、どんどん表に出てきてるっていうのがあるからさ、うん、だからまあ今現在は公表されてなくてもうん、いるんだよね、うん、国会議員の中にもう親中派でいわば本人はスパイと思ってないんだけど、はい、スパイ活動としてもう操作されてるっていうかね、はい、これ
2代にわたってだよ、まあ、先週議員が多いじゃん今、そうですね、ここで聞いて、すもう親子 どもに、ほぼスパイみたいなね、活動してる人いるんだよ、はあ、もう有名な国会議員だけどね、はあ、親子ともにで息子も含めて、はい、要は3代にわたってね、そういうもう、もう中国にべったりっていうね、そういった国会議員もいるし、いやいやいや、そういう人も必要だっていう人もいるし、だからそれ以上危険なことにはなってない、彼らがいるからっていうふうに言ってる人もいるし、いやいや日本って本当に立ち位置難しいんですよね。難しいよね。アメリカとは協力関係だけど経済的に対立する面もあって、うん、全部アメリカの言いなりになりたくないところもあるじゃないですか、うん、かといってじゃあ中国と寄り添っていきたいけども政治的な思想としては全く別物じゃないですか、うん、板挟みなんですよね本当に。だけど経済的にはね、はい、輸入とか頼らざるを得ないっていうのがあるから、はい、中国に対してもね、そうですね、両国に対して頼らないといけないので、そこをうまく立ち回らないといけないっていうこのすごい難しい問題があるから今の政治体制があるのかなっても思いますけども、だからどれだけ戦略持ってどれだけ考えてトップの方々がやってくれてるのかなっていうのは気になるところですね、うん、もう本当に考えてないんじゃないかって行動も多いので心配になりますけどね、うん、まあ、でもまあ、こういった秘密警察っていうかさ、裏の公安とか別班とか、まあ、アメリカで言えば CIA とかね、KGB とかもう今ないのかな、 KGB はこういうのとか、各国にそういう秘密警察みたいな裏組織があるじゃん、はい、一番 トップのそのインテリジェンスっていうか、また最近は優れてるって言われてるのがやっぱイギリスらしいね。ああ MI6、 うん、 MI6 ね、あれがかなりやっぱりレベルが高いらしい、うん、この人たちのね平均のレベルがものすごい、もうみんないろんな、うん、技術ノウハウしててどんな対応もできるみたいな。その代わり勝丸さん曰くプライド高くて話しづらいって言ってました、ね、まあまあキングの国だからね、はい、ただでもやっぱり提供される情報とかっていうのはすごく質の高い情報が多いっていうので、共闘するときはすごく頼りになる存在だって言ってましたね。人員的にめちゃくちゃ多いのは CIA って言ってたね、はい、CIA の秘密情報部員っていうのは日本人にもめちゃくちゃいるみたいな、はい、CIA とアメリカにはまた NSA もありますからね、うん、あそこもあそこで結構バチバチなので、うん、アメリカ国内でもいろんな派閥がありますからね、まあ、ある意味 FBI もちょっとそこに噛んでくるので、うん、連邦捜査局、この CIA の関係してたっていう人、沖縄の人でね、はい、一人知ってるんだけどさ、酔っ払ってる時に自ら言った自ら言ったけど、まあでもただ向こうが知りたい情報をね話してるだけみたいな感じだから、日本人で、この人は CIA かもしれないっていう人は特徴っていうかね、はい、ある程度あって、もう、まあ、有名人とかね、はい、人脈が多い人とか、うん、多方面でお付き合いのある人、うん、いろんな情報知ってるじゃない、でそういった人たちが声かかるらしいね。あとやっぱ政治家の中に多いらしいです、ね、やっぱそういった側面が強いので、そう、まあ僕が知ってるその沖縄でのね、まあ、もう亡くなられたんだけどその方、はい、その方も本当にすごい人脈持ってて、英語も話せて、なるほどなって思って、だからここの、ホスターの、トップのところがあるじゃん、はい、会議するところ、はい、あそこにしょっちゅう行ってたもんね。バスも、それはそうですよね、バスも持ってて、はい、呼ばれて、はい、こんなどうなのこれはとかさ、選挙の時でもいろんな情報してるから、
そういう情報を、聞かれたりとかね、していただいて、まあ、そういったのがね、あの一般の中にもかなり浸透してるっていうことですね。僕も CIA から声かかったらもうすぐ言います。で人工呼吸と言います。いや言えないか分かんないからさ。もうそれ公言してる時点で近づかないですね。分かんないよね。本当にいつ声かかるか分かんないけど、まあいや、ね、自分の身の回りにもいるってことなんで、はい、皆さんもね。うん、知らず知らずにそういった方々と接見して、関係あるかもしれないですよ。だから勝丸さんが言ってましたけど、はい、皆さん無関係じゃないって言ってましたんでね、うん、あのちゃんとこの情報を守ろうっていう体制を取ることによって防犯につながりますんでね。そうだね、はい、うん、この人ちょっと怪しくないかなって日頃から警戒することってすごく大事ですから、うん、そういうね緊張感を持っていきましょう。はい、あなたが言ってる中華料理屋さんの店主怪しいよ。そんなこと言ったら営業妨害で訴えられませんので、いやどこと言ってるんだけどねかもしれないっていうことなんで、はい、中華美味しいですよね、はい、ということで、今日もありがとうございました。はい、また来週、キャンプ情報も交えてねお届けしたいと思いますということで、今日の相手もリッキーとキャンでした。